ここではない、どこかの世界ミデア。二つの大国に挟まれた森の奥深く、人は愚か、動物も寄りつかない。いいえ、寄りつけない沼。ニブルヘンネに住む一人の魔女がいました。魔女は不気味な実験を繰り返し、沼の魔女と呼ばれ恐れられていましたが、その姿を見た者はいませんし、誰一人近づく者はいません。なぜならその魔女が沼から出てくることは決してなかったからです。その沼がある森はウーズの森と呼ばれ、神話の時代に神殺しが行われた森。今は善良なる森の魔女が治めているのでした。そんなある日、沼の方から不穏な気配を感じて、森の動物たちがざわめきます。それはこれから起きる重大な事件の予兆でした。おい、キロ！おい、起きろ！おきゅ？お目覚めですか、百鬼兵様。お喜びください。あなたはこの薄暗くちっぽけな沼にお越しになった113年ぶりのお客。まあ要するに初めてのお客様ということです。はい、おきゅ。ご挨拶が遅れました。私はアルレッキーノ、沼の魔女リカ様の執事にしてお目付け役の誠実かつ忠実なしもべでございます。こんなポンコツが！私はリカではない、メタリカだ。まったく、何度言わせれば気が済むんだ。といつもなら解体して沼の肥やしにでもしてやるところだが、今日の私はすこぶる機嫌がいい。だから不問にしてやるぞ。さっきお前がどさくさに紛れて沼をちっぽけだと小バカにしたこともな。おや、聞こえておりましたか。それはお耳のお手入れが行き届いており、何よりでございます。ふん。しかし、それにしてもこれが伝説の大帝、魔人百鬼兵だと。その風貌、会長のごとき、身の丈、山のごとし。禍々しい13の眼に大地を引き裂く4本の剛腕、騎乗の兵士がごとく颯爽と天かける体翼は大気を震わせ、そのうなり声は大地を揺るがす。口と股間から火を吹き、その数100体からなる魔人軍団と聞いたが、なんだこのチンチクリンは。大言壮語にも程があるぞ。しかし、大魔女ウルカの書かれた魔女ドクトリンにあります記述なれば。まあな、九段の書に書かれていること間違いはあるまい。しかし、これで長きにわたる大帝召喚の儀もついに完成でございますね。まだ終わってはいないぞ、アルレッキーノ。最後にこいつの存在を
現世に確定させてやらねばな。なるほど、承知いたしました。もとい、お食事の準備でございますね。では私、腕を振るってとっておきの地層を用意させていただきましょう。それには及ばん。おい、この間お前が拾ってきたガムはあるか？ガムならこちらにございますです。はい。こんなまずいものでも役に立つことはあるものだ。ほら食え。確かに百鬼兵様は至高なる料理の味も香りも到底理解できそうにないボンクラ具合でございますが、それはいささかやりすぎというもの。神かけのガムとはあまりにあまり、よほどのマニアか犬畜生でもなければ。ああ。召し上がられましたね。うむ、見事なバカだな。さすがに喋ることはできないようだが、えらく威勢が良くなったじゃないか。どうした？怒っているのか？ならばしっかりと態度で示したらどうだ？お前は喋れないのだから、自分の意思は態度で表明しないと伝わらないぞ。さあ、クズを食わされて怒っているのならば、しっかりと態度で示してみろよ。もっと向こう水なバカかと思ったが、割と冷静な判断ができるじゃないか。そうやって素直にしていれば悪いようにはしないさ。さて、あと残すは契約の儀のみということでございますね。いや、契約はもう済んでいる。もっきゅ？あちらの世界から出る前にこいつの大事なものをいただいた。なんと、さようでございましたか。なんたる早業。このアルレッキーの感服いたしました。もっきゅ？お前何も分かっていないな。何をいただいたか気になるか、百鬼兵。ま、あまり気にしないことだ。どうせ大したもんじゃないからな。ではあとは。最後の仕上げだ。重要なことを言うぞ。よく聞けよ、百鬼兵。それは契約のトーチ。燃えているのは魔力の炎。お前の存在が現世に固定されたと言っても、私の魔力なしではすぐに動けなくなる。炎が消えればお前はあちらの世界にも帰れず、だからといってこちらの世界にも干渉できず、永遠に狭間の世界を漂う存在となろう。だが、その炎が頭上に灯されている限りはお前は自由に動くことができる。あとはその炎が消えるまでにやることをやればいい。さすれば契約は終了し、お前は元の場所に戻ることができよう。もっきゅ？だが、その前に一つ試験を受けてもらおうか。お前が本当に伝説の百鬼兵なのかどうか証明してもらわないことにはな。ついてこい。見よ、百鬼兵、この素晴らしき我が沼を。かぐわ
しき浅沼の香り、百年もののネバネバチーズに生えた宝石カビのごとき新緑、そしてジメジメと湿り切ったこの空気、どうだ、最高だとは思わないか。この匂いを嗅ぐだけでも体の芯まで力がみなぎるというものだ。だからこそ世界を沼に沈めたい。それこそが私の崇高なる望み。慈しむがゆえに世界を沼で満たしたい。それが私の偉大なる使命。世界が沼で満ち満ちた時、お前は契約を履行した者として解放されることだろう。端的に言えば、お前の任務は世界を沼で満たすこと。そういうわけだ。お分かりいただけましたでしょうか、百鬼兵様。この沼はあらゆる生き物を死に至らしめる猛毒の沼、いえ大変素晴らしい沼でございます。はい。ん？おかしいな、この沼なんか少し干上がってないか。いいえ、それは気のせいでございましょう。長きにわたる召喚の儀にてお疲れなのでございますよ、きっと。そうか、ならいいが。さて百鬼兵よ、沼の素晴らしさを理解したところで、早速試験の話をしようか。魔球？なーに、ほんのお遊戯みたいなものさ。百鬼兵、お前はこれから森に出向き、忌まわしいピラーをぶち壊すんだ。補足いたしましょう。ピラーとはこの世界に点在する柱でございます。誰が名付けたかは存じませぬが、正式にはピラーオブテンペランス、節制の柱にございます。それを破壊されるのが試験でございます。ということだ。簡単だろ。お前が本当に伝説の百鬼兵ならな、まずはこれができないと話にならんぞ。できなければお前は粗大ゴミ同然だ。できなければお払い箱ということでございます。はい。柱の場所は、まあ目立つから見ればすぐにわかるさ。それじゃ後の説明は任せたぞ、アルレッキーノ。かしこまりました、リカ様。メタリカだ。この試験をパスして期待に応えてみせろよ、百鬼兵。第一幕、第一章、魔女と森の魔女。では私から説明をば。リカ様はこの沼でお生まれになった沼の魔女様ゆえに、沼が三度の飯より大好きなのでいらっしゃいます。そして面倒くさいので、いえ愛ゆえに、沼がないところになど足を踏み入れたくもないのです。はい。よって沼のない場所の地理はあまりお詳しくないので、私が独自に調査した地図をお使いくださいませ。近辺のみの地図ですが、ピラーの位置も記してございます。きっと百鬼兵様のお役に立つことでしょう。ではまずは森にあるピラーこと、ピラーオブテンペランスを破壊してきてください。